阿蘇市一宮町の小賀の滝は、冬の寒さが厳しくなると落差100メートルの滝全体が凍ることで知られていますが、今年は暖冬の影響でなかなか凍らず、ようやく先日から続いた寒波で今年初めて凍りつきました。ライトアップは地元の人たちが冬の阿蘇を楽しんでもらおうと毎年行っているもので、日没後の午後6時にライトが点灯されると、暗がりに凍てつく滝が浮かび上がり、訪れた人たちもしばし見入っていました。すごいですね、熊本でこんなのが見れるって。氷瀑って聞いたことはあったんですけど、実物見てみたらやっぱりなんかすごいな、圧倒されました。滝のライトアップは来月いっぱいまでの毎週土曜日に行われます。